皆さん、こんにちは。セッション3、グローバル社会における自治体の役割という、セッションをこれから始めさせていただきます。モデレーターを務めます、末松です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、私自身は広島県から、平川さんも広島県ですね。熊谷さんは多分千葉から、そして接種は海外から、伊予木部先生も、いろんな場所から、アクセスをしながら、セッションを進めていきます。いろいろ不具合もあるかもしれませんけれども、ぜひこのテーマについてしっかりと70分間お話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にCOVID-19 がきっかけとなって、世界は大きく変わってきていると実感しています。これまでセッション1、セッション2で様々な議題についてお話をしてきたと思うんですけれども、このセッションでは自治体の役割について考えていきたいと思います。私自身も広島県で生まれ、広島県で育ち、広島の平和教育を受けてきました。日本全国での教育、様々あると思うんですけれども、やはり広島県の教育というのは、平和教育、小学校の時からいろいろ独特なものがあったということを知ったのは、実は大学で東京に出てからなんです。そういった教育というのは、受ける側にとっては当たり前かもしれないけれども、世界で同じ教育を受けているわけではないというふうに考えますと、その自治体の持っている役割というのは大きいなと改めて思っております。本日はパネリストの皆さんと一緒に、COVID-19 を踏まえた国際社会における教育と外交について議論をしていくということになりますけれども、ユニークなパネリストの方々をお迎えしておりますので、まずそれぞれのパネリストの方々から自己紹介と、そしてまたこのパネルに登壇するにあたっての思いなどもお伺いしたいと思っております。まず最初に、国連事務次長補兼国連訓練調査研究所総代表のニキル・セス氏にお話をいただきたいと思います。持続可能な平和のための UNR の役割についてGood morning. It's such a pleasure to be with all of you on this wonderful panel. And I'm Nikhil Seth. I'm currently the Executive Director of UNITAR. I've been in Geneva for about 5 years. Before this, I was 25 years in New York, doing lots of things relating to establishment of global platforms for action. And the last thing I did there was to establish the SDGs in 2015. So I'm very happy that we are meeting in this era of crisis to discuss the role of local governments. We have a very active office in Hiroshima. We are the only UN organization represented in Hiroshima, and we are very proud of the activity that is done by our office in Hiroshima. Thank you. ありがとうございます。それでは続いて、平川さん、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。広島県教育庁の平川です。よろしくお願いいたします。私はけ、あの、広島県教育庁になりまして3年目になりますけれども、この COVID-19 ですね、にあたりまして、今までですね、皆さんもそうだと思うんですけど、当たり前にあったものとかできたものが、なくなってしまうっていう不自由さとか、逆にありがたさを感じていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思っております。日本の教育はですね、1つの学級に40人がこう、集まって、それで学びが成立するというような、ことがありました。つまり学校に行かなければ学びが成立しなかったと思っています。ところがこの COVID-19 で、リアルな教室がなくなりました。そうすると、仮想の教室、これが例えばクラウドの教室を作るしかないと思ってます。で、それには PC だったりデバイスが必要だとか、あるいはギガなどの大容量の、通信環境、そしてクラウドのアカウントと、この三種の神器が揃わなければいけないということだったんですけれども、これが日本で今まで、やろうと思っても、いろんな障壁がありましたけれども、この COVID-19 で逆にですね、
オンラインで成立する学びに、まあ、皆が慣れてきたように思っています。まあ、少しずつですけれども。で、その中で、まあ、もちろん教育においてはフェイス2フェイスっていうのが大切ではありますけれども、この広島県においても豪雨災害ですとか、あるいは、まあ、今回の COVID-19、それから地震とか、さまざまなことがある中で学びを絶対に止めないというような仕組みが広島県においては、できたかなというふうに思っております。まあ、アフターコロナはですね、デジタルでできることと先生にしかできないことをきちんとこう仕分けをしまして、先生が子どもたちにもっともっと、集中できるようなそういうような環境づくりが必要だと思っていまして、このコロナ禍で、休業はそのきっかけになってくれたんじゃないかなというふうに思っています。まあ、この COVID-19 はですね、人の命に関わる大変なことではありますけれども、起こってしまったことは元には戻せません。健康とか安全に留意してできる限り前向きに持っていければというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。続いて熊谷さん、お願いできます。それではですね、またセスさんに戻りたいと思うんですけれども、セスさん、このパネルにご登壇するにあたってですね、持続可能な平和のために自治体がどのような外交や教育で役割を果たすべきかということについて、ちょっとメッセージをいただいておりますので、ぜひ、セスさんの方からそちらのお話をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。Thank you, Minako. The local governments are extremely important in the implementation of the Sustainable Development Goals. 50 to 60% of our world today lives in cities. And the people who affect our lives most deeply are local governments, local businesses, who determine really the quality of the life we have in cities. What is the public spaces? What are the parks and gardens? How is trash collected? What is the attitude to the more vulnerable people in the cities? How do we treat women? How do we treat the disabled people? So the biggest influence on our lives, and most of us today on the panel and listening to us, are people who live in cities. So they know the importance of the mayors, the governor, local government, local businesses, local trash collection systems, local disposal of waste, local quality of water, local quality of schools. So the local governments have a deep impact on each and every one of the sustainable development goals, whether it's food security or it's the quality of water, it's the approach of the city to climate change, it is the approach of the city to sustainable infrastructure, it is the approach of the city for poverty and the vulnerable people, the most marginalized. And I must remind everyone that the basic principle of the SDGs included the need to reach the most vulnerable people first. And where do the most vulnerable people live in the cities? They have to be identified. So the local governments are crucial not only in solving local problems, but also in solving many, many, many global problems like climate change, like environmental degradation, the quality of water. So the local governments have a deep impact on these kinds of issues. But beyond this, on the issues of nuclear disarmament, on the issue of peace and security, local governments are very crucial in galvanizing support and getting the public in the cities to talk to their government to build up an atmosphere where peace negotiations can take place. In Hiroshima, for example, we have the mayor leading the whole process of mayors for peace, and he has brought together mayors from all over the world. There are a very large number of mayors to build up the whole political atmosphere for nuclear disarmament. We don't want to see the repeat of what happened 75 years ago. And this is a very important year for the UN because of what happened 75 years ago in Hiroshima and Nagasaki, what happened 75 years by the establishment of the UN,
And of course, this is all in the middle of this terrible COVID-19 pandemic. So the role of local governments beyond local issues extends to global issues, including issues like peace, including issues like nuclear disarmament, including issues like climate change. So that's what I feel very strongly, that if there is action to be taken to change our world today, it has to be taken at the local level. Thank you. ありがとうございました。先ほどのご挨拶の時にもありましたけれども、ユニタールのオフィスが広島にある、私は広島育ちとして大変そのことに誇りを思っておりましたけれども、今の接種のお話の中で、その地方自治体ですね、自治体の果たす役割が、世界で大きな変動がいろんなことがあっても、やはり対処、目の前の人々に対処しなければいけないのは地方自治体である。そのことの重要性を改めて認識できたと思います。同時にですね、広島に生まれ育ったものとして、広島が取ってきたリーダーシップというものがあるのではないかなと思いました。その点についても、とても誇りに思った次第です。ユニタールが広島にオフィスを構えた背景など少しお話しいただけますか？The Hiroshima office of UNITAR was set up many years ago. I think it's over 15 years ago that we set up our office in Hiroshima with support from the prefecture, with support of the foreign office. And that office, when it was set up, was basically focusing on the message the beautiful city of Hiroshima has to give the world on the issues of resilience and the issue of peace. Because Hiroshima has demonstrated its specific and special role, not only in promoting peace, but also in showing the resilience of the people of Hiroshima who have been able to respond and make Hiroshima, after the terrible events of 75 years ago, into one of the most beautiful, resilient, and sustainable cities in the world. So that message prompted the establishment of that office. And initially, the work of Hiroshima was focused a lot on issues of peace, on the issues of nuclear disarmament, and the training of diplomats, particularly from Asia, on the issues around nuclear disarmament. But now our office has diversified and is doing many things. They bring, for example, women from Afghanistan, people from South Sudan, women from Iraq, from countries which are very distressed, and show them how Hiroshima responded to their own crisis and have become now one of the most beautiful and resilient cities where people live in partnership, where businesses and the local governments work together. We have Mazda Corporation there, which is working very effectively, partnering with us in so many things. We work a lot with the local government. So UNITAR's office in Hiroshima is trying to get the message of Hiroshima, not only for training people from these distressed countries, of the ones I cited, for example, women in business, peace, on cultural heritage, but it's also sending the message from Hiroshima to the world, and we try and use our training globally, incorporating the wonderful things we are learning and doing in Hiroshima. Thank you. Yeah, ありがとうございます。そういう見方があるのかと、私も今目から鱗でした。広島で研修を受ける方々が、その復興の象徴、今とても大変な状況にある自分の国が、いつか広島が75年かけて復興してきた、その復興の象徴として広島を見てくれている、そういった見方もあるんだなということに大変今ちょっと感激しております。ありがとうございます。はい、続きまして、千葉市から熊谷市長が、このパネルにご登壇いただいております。ぜひ、今、セスさんからのお話で、国でできる外交と、その自治体ができる役割の違いについてお話もいただきましたけれども、
熊谷さん、ぜひ千葉市として、国とは違うどのような外交的な努力ができるのかということも含めてですね、自己紹介と合わせてお願いできますでしょうか。修学旅行が相次いで各地で中止となっておりまして、広島を訪れる、そして平和について考える、子どもたち、次の世代が少し一旦途絶えてしまうことを大変憂慮しております。新型コロナウイルスはそういう意味では教育そして健康に非常に大きな影響を与えたことは間違いないだろうと、それを我々がどう取り戻していくのかが問われていると思います。私とすると市長に就任をしてですね、当時の広島の市長、セレ氏の市長仲間である広島市長の秋葉市長、当時の秋葉市長からですね、熊谷さん、ぜひ千葉市も平和、当時平和市長会議ですね、核軍縮の核兵器廃絶のための国際的な市長連合に入ってほしいというふうにおっしゃっていただいてですね、千葉市も2001年に入ったわけですけれども、その後、せっかく、我々千葉市は7つ姉妹友好都市があるものですから、その姉妹友好都市にもぜひ、加入を呼びかけていこうということでですね、私の名前で新書を各都市に出しまして、そのうち、スイスのモントルーと、そして、パラグアイのアスンシオン市に、その時に、ミナクさんも関わりのあるパラグアイのアスンシオン市にもですね、入っていただいてですね、やっぱり国と国のこう外交というのは、メンツも含めてさまざまな制約にどうしても直面してしまうわけですけれども、自治体外交というのは普段からですね、住民同士顔の見える交流を平和的にスポーツや文化などで行っている、そういう信頼関係の土壌の上でですね、少し、国際的な課題についてもですね、素直に話し合えるという、そういう環境があるというふうに思っています。やはり相手の顔が見えていればですね、当然戦争が起きないのと同じようにですね、私たちはそういう意味では常に顔の見える外交をしていくことでですね、国際的な平和や国際交流に貢献できるというふうに思っていますので、今も各姉妹都市間でですね、未来を担うそういう世代が交換留学であったり文化訪問などを繰り返しておりますので、そうした我々自治体ならではの顔の見える外交をですね、続けていきたい。一旦コロナで今は中断を余儀なくされてますけれども、それもしっかりと取り戻していきたいと、そういうふうに考えています。ありがとうございます。熊谷さん、今回の COVID-19 コロナ対応で国と随分意見が違うこともあったような気がしてるんですけど、その辺について、そのやはり国として全体を見て意思決定をされている方々と、基礎自治体として住民の方々、地域の方々の顔をフェイス2フェイスでコミュニケーションしている自治体の首長としてのその違いみたいなことについて、あれもない範囲で結構ですので、お話を聞かせていただけませんでしょうか。聞こえますか？聞こえない。聞こえてます？大丈夫ですかね。国と都道府県、市町村それぞれに役割があるというふうに思っています。国は全体的な部分で、対策を取っていただいていると思いますが、我々市町村はですね、目の前の人々の顔、それから福祉というのを預かっておりますので、例えば、総理が一斉休校を、された際にはですね、私たちはその教室の風景であったり、またその子どもたちが一体じゃあ、休校で、どこに流れていくだろうかということを考えたときにですね、今一生懸命、共働きで働いていらっしゃるお子さんがですね、1、2年生、など低学年の子が、家で、ずっと一人でいる、その姿を想像したときにですね、私たちはやはりその子たちを安全な場所で預かって、あげる、そういう責任があるんではないかということでですね、私たちは学校で低学年は分散をして預かり、そして、そこでしっかりとサポートをするということを私たちは決めました。でこれは当時はその国と私たち千葉市の、意見の相違というふうに報道された時もありましたけれども、国からしてもですね、こういう現場で、適用する現実にこうアジャストしていくということはですね、文部科学省からもですね、こういう千葉市の動きをしてもらってむしろありがたかったというふうにも言っていただいてますし、結果的に全国的に、モデルともなったというふうに思っていますので、国の大きな方針を現場で最適化する、ただ言われた通りに
やることが、まあ、国全体の方針を一番いい形で実現するとは限らないと思っていますので、まあ、これからも国のしっかり考え方をですね、受け止めた上でですね、まあ、市町村現場としてこうした方がもっといいのではないかということをですね、提言を実行していきたいというふうに思います。なるほど。その現場現場に合った判断ができなければいけないということですよね。国から降りてきたものをそのまま、私自身もこうコロナに、特に学校については特にコロナにかかっている人がいる地域とそうじゃない地域、あるいは3密じゃないところもたくさんあったと思うんです。いつも私もいろんなところで熊田さんもよくご存知だと思いますけど、日本イコール東京じゃないよと。そうです。よく言ってますけれども、そういったところで各地域地域の自治体のトップが地域に合った意思決定をしてもらえれば、住民の方々はより安心して自分たちの生活に合った行動が取れるということですね。はい、これが地方自治のやっぱり大事な点だと思います。はい、ありがとうございます。大変勉強になりました。ありがとうございました。続いてですね、ゆうきり先生はまだちょっと用意ができてないというようなことでよろしいでしょうか。じゃあ、平川さん、平川先生、もう一度ちょっとご質問戻ってもよろしいでしょうか。はい。はい。広島県のやはり平和教育についてお話をお聞きしたいと思っています。私自身もですね、小学校の時からですね、8月6日は登校日でした。みんな小学校に集まって平和教育についていろんな資料を見たりディスカッションをしたりしてきた経験もございますけれども、現在の広島県の平和教育というものについてご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。広島県といっても大変広うございまして、広島市に関しましてはおっしゃるようなことがあるかもしれませんけれども、平和教育も時代とともに変わってきてるんじゃないかというふうに思っています。例えば広島県の方が主催をして去年やったものの一つとしてワールドピースゲームっていうものがございました。これはですね、いわゆるゲームなんですけれども、子どもたちがこう4つの国に分かれてそれぞれの大統領ですとかあるいは大臣になりきって、それぞれの役割をこう果たしながらどうやって国連とあるいはどうやって世界銀行と、こう役割を担いながらこう解決をしていくのか問題解決していくのか、なんかお願いしますだけではやっぱり平和はなかなか実現できなくてですね、もしその、やるとしたらですね、かなりこう話し合ったりディスカッションだったりあるいはネゴシエーションというのが必要になってきます。でこれを5日間にわたりまして、子どもたちがこうなりきってディスカッションした結果、子どもたちから出てきたのは、まあ、普通に平和平和って言っても願ってもダメで、やはりこれには何か、まあ、アメとムチではないんですけれども、何かこの、ディスカッションに必要なものが必要で、ただ単に話し合うだけではダメなんだなっていうことも現実の世界で身をもって感じられたかと思っています。こちらの方はユネスコスクールの全国大会でも発表させていただきました。まあ、このようにですね、戦争のことあるいは起こってしまったことについて何かもちろんかわいそうだとか悲惨だねっていうようなことも一つあると思いますけども、今のこの平和というものが一体どういうものかっていうことを現実社会の中でやはり体験していく、こういうような平和教育が必要ではないかと思っております。ありがとうございます。このワールドピースゲームというのは、どのくらいのセントでどのような感じで進めていく予定なんでしょうか。はい、とりあえず取り急ぎ去年ですね、秋に福山市を中心に高校生と中学生が、ディスカッションをやってみました。でその結果ちょっと中学生には難しいかなと思ってみたんですけれども、全然そんなことはなくてですね、子どもたちはそれぞれに伸びやかな意見を言ってくれましたし、ユネスコの世界全国大会でも非常にいい意見を言ってくれましたので、
何らかの形でこの、あのワールドピースゲームという形を取らなくても、あの次なる次世代 の、 あの方々にこうぐっとこう胸に迫るような、こういうような平和教育を行っていきたいなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。あと広島県はですね、今その教育の改革が非常に速いスピードで展開されているというふうに思っております。昨年オープンしました、開校しました公立の中間一校の IB 校、はい、それについても少しご紹介いただけますでしょうか。はい、これについてちょっとじゃあ短いあの VTR もありますので、これを見ながらご紹介をさせていただきたいなというふうに思っています。昨年ですね、2019年の4月に開校いたしました広島英知学園というあの学校です。広島グローバルアカデミーというふうにあの呼んでおりますけれども、日本のエーゲ海とも言われております瀬戸内海に浮かぶですね、風光明媚なあの瀬戸内海に浮かぶ大崎上島に、開校いたしました。で、画像がちょっとまだ出てこないようですけれども、あ、これですね、はい、非常に綺麗なところなんですけれども、これはですね、ミッションが学びを通じて平和な社会づくりを実現し続ける存在になることを目指すというようなことを言っておりまして、これは本県が目指しております、学びの変革を目指すモデルともなっております。で、あの広島県内のみならず全国から生徒が集まる、全寮制の中高一貫校でもありますし、校内では英語と日本語が飛び交っております。で、今後海外からですね、留学生の受け入れなど多様性あふれる学習環境を予定していますけれども、実際昨年入学した中学校1年生がですね、秋にはすでに全員が中学校卒業時 の、 英語力をケンブリッジ検定でつけていたということになります。こうやって寮で全寮制で一緒に生活をしながら分かり合っていくというスタイルです。で、プログラムはですね、インターナショナルバカロレアを活用しておりますけれども、今これは地域の方々と餅つきをやったり島親っていうことで島の方に親代わりにもなってもらって、いわゆるこの、グローバルな視野っていうことと地域に根ざした心の双方を大切に、大人も子どももですね、学び続けるラーニングコミュニティっていうのを目指しています。で、こちらの方が、広島グローバルアカデミー、広島英知学園の、概要になりますけれども、この後また次のまた1年生が入ってきて 3年間っていう形で年次ごとにですね、6年間まで揃えていって、約、4年後には完成するという形になります。これ以外もですね、常石小学校、福山市の常石小学校で、例えば一つのですね、探究型の実例といたしまして、イエナプランという、手法を取り入れてですね、常石小学校では始めております。これは令和4年4月にイエナプラン教育校を設置、これも公立のイエナプランとしては、多分日本で初めてになる予定でもありますけれども、今現在ですね、1年生から3年生までの異年齢学級を教育活動に取り入れてみて、移行期間としてやらせていただいています。このイエナプランはですね、探究型の一つのチョイスとして、自分で自分の時間割を決めるというようなことで主体的な、活動を取り入れています。で、これ以外にも先ほどご紹介したワールドピースゲームですとか、あとスタンフォード E 広島という形で、アメリカのスタンフォード大学 の、 オンライン講座でですね、これは広島県の高校生たち、これは公立の高校だけではなくて私立も国公立も、いろんな方が参加をして英語でディスカッションするというようなこともやっています。広島ならではのトピックスで平和についてということだとか移民についてという多様性についてなども、ディスカッションをしております。その他、ワールドワイドラーニングコンソーシアム、構築じ、支援事業ということで、これは文部科学省の方から指定を受けまして、
広島国体で高校を拠点に、まあ、その様々な高校、それから大学、企業がコラボレーションして、探究型のプログラムも展開しております。また、次お願いいたします。広島県では、実は全県立学校について、特別支援学校も高等学校も、すべて、海外との学校の姉妹校提携を締結しております。だから留学生に関してもですね、今ちょっとなかなか COVID-19 で海外に行くことはできませんけれども、県立高校におきましては2週間以上の留学生徒数は日本でトップクラスというようなこともあります。でなぜこのような形をやらせていただいているのかというと、やはりこの COVID-19 でですね、学校が休業して学校の存在意義、まあ、レゾンデドールについて改めて考えさせられているという時代だと思いますけれども、この今の日本の教育 の、 課題というのはですね、多様性のなさであったり、まあ、チョイスがないっていうことだと思っています。で考えてみると本当に日本はですね、食べるものもこういう着るものもすごく自由なのに、なぜ教育に関してはこんなにこう自由がないんだろうというふうにずっと私も思っておりまして、この教育長になる前は公立中学校の民間人校長として経験をしたりいたしましたけれども、このそもそもこれは日本だけではないんですけど、学校っていうこのシステムそのものが産業社会の中で出来上がったものでですね、今の時代はまあどちらかというと市民社会、どういうふうにこう市民、いい市民を育てていくかというこの市民社会に移行しつつある中で、学校の役割、それから教師の役割も教えるというところから学びをサポートするというふうに変わってきていくべきだと思っています。まあ、ただ学校そのものはものがですね、未だに、まあ、確立一斉授業で知識記憶ベースが中心で、まあ、大学入試なんかも典型的なものなんですけれども、広島県としては探究的な授業に変えていきたいということで、高校入試も今の中学校1年生からガラッと変えさせていただくとか、あるいは先生方に、探究的な授業をやっていただくためにエッセンシャルクエスチョン、本質的な問い、あるいはファシリテーターになっていただくような、こういう研修も全教員に受けていただくべく、今年から始めています。まあ、まだまだこれからなんですけれども、こういう、それが平和にこうつながっていければいいなというふうに感じています。ありがとうございます。数十年前に私が受けたのとは随分違う状況に広島県の教育環境がなっていることに大変嬉しく思っています。平川先生、いろいろありがとうございました。ありがとうございます。今平川先生から本当にこう小学校から高校に至るまでの教育の変革の話、それからその前の千葉市の熊谷さんから友好都市を含めたですね、顔の見える飛行機や文化をあとの交流を市民間でしていかなければいけないという話を伺ってきたんですけれども、続きまして陽気で先生にですね、国同士の外交の、現状の課題、それから、まあ、COVID-19 のビフォーアフター、まあ、ウィズとアフターですね、におけるその外交 の、 その課題についてですね、少しお話をいただきたいなと思っております。陽気で先生、お願いできますでしょうか。はい、お願いします。はい、機械の反応必ずしも良くないかと心配しておりますが、ありがとうございます。実は私、京都の大学院を出た後、最初に職を得たのが広島なんですね。で、広島で助手時代、講師時代、助教授時代、13年間若い20代、30代の時代を過ごさせていただきました。それだけに非常に懐かしくって、今日こういう機会を与えていただいたことを大変嬉しく思っております。また 2,3 年前だったですかね、湯崎知事と軽井沢の会議で、ご一緒させていただく折がありまして、親しくさせていただいており、その面でも嬉しく思っております。で、私の専門は国際関係あるいは政治外交して、まあ、一言で言えば世界の中の日本ということを関心にして、学者をやってきたものであります。で、そういうものからしますと、今のコロナパンデミックですね、類例を出すとすれば100年前のスペインインフルエンザなんですね。
当時は1918年第一次大戦末期でした。で、世界大戦というように人類が大規模な戦争をやったの最初の例がその時で、そしてそのこれでもかこれでもかというほど時代を担うべき若者を殺したんですね。塹壕戦になってお互いに突撃を繰り返して機関銃の餌食になるということを繰り返して900万人もの犠牲者を出したんですね。でそれはみんな若い人ですから、それからの時代を担うべき人ですね。でこんなに無駄死にをさせていいのかという反省が高まったんですが、そこへ現れたのがスペインインフルエンザだったんです。900万人戦場で死にましたけれども、実はスペインインフルエンザは2500万人、控えめに言う人でも2500万人、人によっては5000万人、いや1億が死んだという人もいるぐらいなんですね。つまり当時は戦争中ですから、自分たちの国の若者が死んだっていうことは国家機密なんですね。弱みを見せられないというので、ひた隠しにひた隠して、そして、中立国だったスペインだけがね、気にしなかったので、スペインインフルエンザなんて名前を勝手に押し付けたんですね。実は発生したのはアメリカの中西部だったんですが、それがお船に乗って、大西洋を渡って、ヨーロッパに行き、そこから港町を中心に、そして幹線道路を中心に全ヨーロッパ、全ユーラシア大陸に広がったんですね。アメリカ北米だけで60万人、その2500万人という控えめなね立場に立つ人の内訳を言いましても、北米が60万人、そしてヨーロッパが230万人、インドだけで1250万人、インドネシア150万人で、日本はちょっと当時遅れて、第2波から参加だったんですが、それでも38万8千人。今、コロナウイルスで我々1000人、ぐらいの犠牲者を国内で出してますよね。大変なことです。38万8千人って想像つきますか？もうバタバタ倒れて、医療崩壊もいいとこですよね。実際に病院へ、行こうとしてももう受け取ってもらえないんで、みんな自宅で生死をさまよい。そしてどうしても入院したいという人が断られて、3軒目の病院の前で死んだとかね、そういう悲惨な話がいっぱいある、そういうのが100年前の状況だったんですね。でただね、皮肉なことに、100年前はもうインフルエンザが世界に平和をもたらす上で背中を押したんですね。どうしてかって言ったら、さっき戦場でいっぱい死んだ、その上さらに、インフルエンザで死ぬというのでね、みんなやっておれなくなったんですね。たまったもんじゃない。で口には出せない、こんないっぱい死んでるとは言えないんだけれども、よそうよという声が、どちらからともなく起こって、11月11日に、休戦協定ができて、やっと第一次大戦終わったんですね。終わらせる上でスペインインフルエンザは小さくない役割を果たしたと見てます。それに対して100年後のこの度のコロナウイルスですけれども、これは世界が平和な中で起こったんですね。戦後75年にもわたって大戦争なしにやってきた、近現代史の中で珍しい平和の長かった時代。ところがだんだんとその広島長崎の悲惨とかね、第二次大戦の悲惨ということの記憶が薄れてきて、世代も変わって、世界がややこの荒々しくなってきて、ガーンといっちゃえみたいなね、気分も出てきている。そういう中で米中の対立が、まあ、二大国の米ソの二大超大国は結局戦争なしに冷戦を終えたんですけども、今中国が非常な力をつけてきて、アメリカはそれに対して許せないという思いを持って米中対立がひどくなる、そういう中で起こったのがこのコロナパンデミックなんですね。でこのコロナパンデミックが100年前のように世界の人々に平和への思いをね、蘇らせる役割を果たすかというと、残念ながらそうはいかない。こういう悲惨なことが起こりますとね、なんていうんですか、ひどい人はますますひどくなる、愚かなる者はますます愚かになる。しかしそういう中で、悲惨の中ではいつもそうなんですが、素晴らしい人間愛とかね、人としての輝きを見せるということもあるんですね。例えばこの度でも、イタリアはヨーロッパで最初にひどいオーバーシュートを起こしましたけれども、
そのバイオリンを弾く人が屋根の上でね、みんなを励ますとかね、あるいはオペラの歌手が朗々と歌ってみんなを感動させるとかね、そういうことありますよね。それからアメリカがその後、中国発で、武漢発で、一帯一路に沿ってヨーロッパへ行って、ヨーロッパから今度北米、中心が移っていったんですが、ニューヨークのクオモ知事は、もうニューヨークは医療崩壊だと、やっちゃおれない、全米の医療関係者よ、来たりて、ニューヨークを助けようとテレビで叫んだんですね。そうしたところ1000名もの医療関係者、お医者様や看護師さんたちが、その応じて、行けば危険になるの決まってるのに、感染するかもしれないのに、ニューヨークを助けに行ったわけですよね。でそういう立派な志、アメリカ的なこの自由、ボランティア精神みたいなもの、非常に立派なものが現れた。悲惨の中での輝きというのは必ず我々見ることができる。例えば EU、ドイツ、EU、ドイツという国は非常に財政規律がしっかりした国で、日本はGDP の 200% という途方もない借金、国家財政赤字の山を抱えて、イタリア、スペイン、ギリシャよりもひどいんですけれども、そういう国と違ってドイツは借金なしで頑張るんですね、均衡財政で。今まで借金してないだけに、このようなコロナパンデミックの時にはしっかりやろうって言って、思い切って、その国債を出して、そして資金を作って助けようということをやってますし、それからEU もね、そのドイツは、あまりこのばらまきはしないと言ってたんですが、イタリア、スペインなど国々が非常に苦しんでいるというのを見て、EU の基金を作って、そして財政支援をするということをやりましたですね。でこの苦しさの中でそういう立派なものがあるんですが、しかしその国家の意思決定において大国が比重が大きい。加えて、その大国の中でも大統領とか最高権力者の比重がどうしても国際関係で大きくなる。そのトランプさんがね、この人々へのいたわり、国民と人類を救うための眼差しというのはあまりなくて、悪いのは中国だとかね、WHO がダメだとか言ってね、それを叩くことに忙しいんですね。で中国の方も自らの感染発生の責任の方はあまりおっしゃらずに、我々は一番に立ち直ったぞと、助けてやるぞというふうに影響力を、香港や南シナ海や尖閣に対して支配を拡大するような、そういう中でますますささくれ立ってきてるんですね。というので、先ほどから伺っているように、地方自治体の連携とか、あるいは教育の一人一人の心を耕すことが一番大事ですから、そういうお話大変いいんだけれども、それが大国の意思決定にね、をこの支配できるか、影響力を行使できるかというと、今の流れは容易ではないと、大変心配すべき状況だと思っています。鈴木先生、ありがとうございます。私も今回のこの会議、平和経済人会議というふうに言っております。うん、これまでの世界の発展、平和を前提としたそのビジネス活動の中で、各国、企業も国も成長してきた、平和を前提としてきたと思うんですけれども、今、実際にはその外交レベルでもそうですし、こういったコロナで海外に行けなくなっているグローバルなサプライチェーンなども変わってきている中で、経済活動の前提である平和のありがたさを改めてみんな感じていると思うんですけれども、こういった視点から、経済人の方々にどのようにこの平和の維持に関わってもらうべきかとお考えでしょうか。大変重要な問題提起だと思います。私思いますにね、この度コロナは、国境によって差別しないんですね。誰だって密接に3密をやってきたらね、襲いかかるんです。人種にも差別されません。アメリカで有色人種の感染率が高いっていうけれども、それは人種による差別ではなくて、トランプさんだって、安易なことをしたら映るんですよね。ただその、経済格差の問題っていうのが非常に大きいと見てます。どういうことかと言いますと、
3密を回避できない層というのがある場合、非常に厳しい。2つ私要因大事だと。1つはね、コロナに対する無知と偏見があるとやられる。もう1つは社会格差があると止められない。この2つの要因は私大事だと思ってるんです。無知と偏見というのは、初め武漢中国で起こった時に、ヨーロッパやアメリカの人はね、あれはアジアの方はそれほど医療体制、あんまり良くないからな、自分たちは文明的に高いから大丈夫で、アジアだから起こってるんだっていうふうに高をくくってたところがあるんです。トランプ大統領に至ってはね、4月になったら治るよとか、我々は大丈夫だとか、根拠のない無知に基づくね、正しく恐れることを知らなかったんですね。我々大丈夫だと勝手に決めてた。でそういうところが一番やられるんですね。で、したがってそれに対して怖さを知っていたのが中国周辺の小さな国、台湾、香港、ベトナムですね。こういう国は2002年の広東で発生した SARS をね、経験して、 SARS は今のコロナよりももっと感染力が大きかったんですね。で、今のコロナの場合には5人接触したら、そのうち4人までは 無症状か軽症でね、1人だけがドーッと広げるんですね。でこれをクラスターと言ってるんですけども、SARS の場合にはみんな接触した人やられていくんです。でその感染力が大きすぎるために、実はSARS、MERS、デボラ出血熱、みんなそうですけれども、世界パンデミックにならなかったんです。どうしてかっていうと、その地域の中でたくさんおかしすぎるもんですから、宿がなくなっちゃうんですね。ウイルスっていうのは人間という宿があって初めてね、感染できて、その接触がないと立ち枯れになるんですね。でそういうので、SARS やなんかはものすごい恐ろしいものだったけれども、実は地域でとどまったんですね。ところが今度のコロナの場合にはもっと悪いやつで、そーっと入ってきて、何でもないふりをしながらどんどん広げてね、でそのうちね、パッと殺し始めるんですね。前のスペインインフルエンザも第1波は軽かったけど、2波3波はものすごい殺傷率に上がったんですね。今度それが来たらどうしようかということを今世界は心配してるんですが、ともあれ無知、そういう怖さを知らずに認識せずに大丈夫だというのが一番いけない無知と偏見。その次に、社会に入ってきた場合に社会の対応力で、日本は割と先進国の中で一番死者が少ないんですね。でどうしてかというと、国民皆保険があるし、それから社会か日本にも、バブル弾けてからね、フリーターの問題だとか非正規社員の問題とかでね、格差が大きくなったということが絶えず言われてますね。その通りです。だけど世界との比較で言えば、ものすごく公平な社会なんですね。格差が少ないんです。でみんなそれなりに医療も受けられるし、生活保護もあるし、という福祉、セーフティーネットもしっかりしてるんですね。でそれがない国が、例えばマンハッタンへ行くと、高級アパートにいる人は比較的、なんとかやってる。ところが、川を渡っての貧しい人たちの住んでるところへ行くと、狭いところにいっぱい人が詰め込んで住んでる。こういうところ止められないんですよね。でそういうことがイギリスでも起こり、アメリカでも起こり、ブラジルでも起こり、インドでも起こる。つまり密集地域を社会的に持っているところ、これは格差が大きいと大金持ちに対して貧しい人たちが、そういうところがどっと広げちゃうんですね。でそういう意味で格差が大きくて、日本は格差が少ないこと、北欧と日本がね、世界の中で、一番ね、格差が少ないと思うんですね。でそういう意味で社会の公平さは大事である。ところが世界の先進国ですらね、80年代の新自由主義というのがありました。レーガン、サッチャー、中曽根と言われた時代ですね。で日本はあんまりそれに深入りをしなかったんですが、アメリカでもヨーロッパでもね、今までね、規制しすぎて、公平のために貧しい人に再配分しなきゃいけないからといって、国家の管理を強くしすぎたのが経済が弱らせた原因だ。だからもっと自由に減税をして、規制緩和をして、やる気のある会社のある人をどんどんね、儲けさせる、それが大事だというのが80年代の新自由主義の、エッセンスなんですね。でそれでレーガン時代にアメリカは景気を回復して、その勢いで冷戦に勝利し、そして90年代後、冷戦後の世界で IT グローバリゼーションで世界にそれを広げていったんですね。格差いいじゃないか、
いくら格差大きいと言ったって、お金持ちがドル札を全部自分で食べるわけじゃないと。だからみんなにやがて及ぶんだからという学説なんですね。で、今世界の資本主義はそれなんです。そのことが格差の大きさを作って耐えられなくなったアメリカ国民の、プアホワイトと呼ばれる層はもう今までのエスタブリッシュメントはダメだと言ってトランプを大統領にしたわけですね。ブレキジットの問題もあるというので、先進諸国が非常に傷んでるんですね。で、傷んで格差が大きくなっているところへコロナが入ってきて、なかなか止められないという問題がある。そういう意味では80年代以来の新自由主義を少し修正してね、この公平さ、社会の中で誰もが生きる権利がある、人間の安全保障は誰にも許されることなんだ、それを支えることがね、の公権力の任務だという考えに立って、もう一部の人がめちゃ儲けをしたらそれはご勝手と言わないでね、公平さを戻していく経済活動をこれから取り戻さないと、改まらないと私は思っています。ありがとうございます。本当に経済の問題、経済人の人たちがですね、その公平さを取り戻していく各社の問題について真摯に向き合っていかなければ、この、コロナの時のこの3密の状況から抜け出せない人たち、その方々の不満が平和維持には大変大きな課題になっているということがよく分かりました。先生ありがとうございます。続いてセッさんに少しお話をもう一度伺いたいんですけれども、この持続積極的に平和を維持するために経済人の方々にどのようなことを期待をしているのか、UNTARの活動の支援などでですね、持ってらっしゃる課題なども含めてですね、経済人の方へのメッセージやご期待についてお話しいただけますでしょうか。For you, moderator, and for the three wonderful panelists, for how much they have brought to this meeting. I am really impressed with the content of what the mayor said, what the superintendent of the Hiroshima boat said, and what the chancellor of Public University Corporation of the University of Hyogo said. I agree.With many of the things they said. At the heart of what we are discussing, especially for peace, is the concept of responsible and good global citizenship. And whether it's education or training or building capacity in countries, at the heart of this attitude and behavior shift in people is this responsibility which comes from understanding what it is.What does it take to become a good global citizen? And the work of UNITAR, we focus by implementing the SDGs on the various dimensions of global good citizenship. For example, in the area of peace, we have several training activities for peacekeeping troops prior to their deployment in situations of conflict in Africa in particular.So we do all the things that it takes to train, not the technical training, but the peace-related training, how to deal with civilians in conflict, how to deal with women in the situations they are put in, how to deal with children. So there are many dimensions in peacekeeping, which we help solve through our training efforts. Then on the issue of organizing and enhancing the role of women in conflict,We've been working with the training of Syrian women in participating in negotiations in the past for the Syrian conflict. We've tried to get their voices heard in the negotiations. Then on nuclear disarmament and other disarmament, we've trained diplomats in Hiroshima from all over the ASEAN region to get them to understand what are the issues in disarmament before they take on their negotiating responsibilities.In multilateral fora. And similarly, we have peace seminars in Oslo. We have seminars with the African Union where we bring major people involved in conflict into discussions and understanding of conflict resolution and how we can improve the way in which these negotiations take place. Peace is very complicated. It is the continuation from the prevention of conflict to sustainable development.It is a fight actually against injustice. And that fight against inequality, with the professor from Hyogo,
university spoke so eloquently, that is a very difficult fight, because through history of humankind, inequality has been written into the DNA of human beings. And how to get a more equal world is the biggest challenge we face, how to eradicate poverty. So that's where conflict starts, that sense of injustice and unfairness. So we try in our activities around peace to build up the community level, the policy-making level, those directly involved in conflict, those who are going as peacekeepers, to learn about the various issues and the understanding of their mission in the area of peace. But in the continuation of promoting sustainable development, of bringing peace in conflicted areas, there's a number of trainings we do, including on issues like climate change, on promoting a green economy, on helping countries in the management of chemicals and other hazardous waste. And now, of course, electronic waste has become a very big issue. How we tackle these issues? How do we train people? Because all these conflicts are generated by economic, social, environmental, and political issues. And how we can train people to change their attitudes, to change their behaviors, to change their approaches, that is the heart of what we do. Of course, the way we do it is through face-to-face learning, and also now increasingly by online learning. And online learning, I think, gives the potential of reaching people in the millions rather than reaching them in the hundreds or the thousands. So there's great potential. Acceleration of online learning has been forced in a sense by COVID-19. It was happening earlier, but now we are facing a situation where we have to increasingly depend on online learning. And the great thing about online learning, there are a lot of negatives. There is no substitute for face-to-face training, but online learning allows you to democratize education, to democratize learning. We know how even the education world and the creation of global citizenship is impaired. We might have wonderful things happening in Hiroshima on education for peace, but is that happening everywhere in Japan? Is that happening everywhere in the world? Now, how, there are barriers to reaching young people, barriers induced by high college fees, high school fees. The online platform allow you to democratize education, to reach the most vulnerable. So I have great hope that in our ability to democratize education, to reach many more people, to ensure quality standards, because small towns, rural areas, remote areas, depopulated areas, their educational facilities are much, much poorer than they would be in big cities, for example, even in Japan. So, but we have now the potential that the best instructors, the best courses, we can reach even the poorest and remotest village anywhere in the world. So I do hope that this sort of long-term process of educating people, of bringing good global citizenship around all the issues, poverty, inequality, food security, hunger, on issues of climate change, on biodiversity loss, on environmental degradation, on marine pollution, on plastic use. All these issues need to be taught at a level so that each person feels their own sense of responsibility to the world. And that's how I think we'll ultimately get to the world we really want. But unfortunately, when I look at 2020, the situation in the world today, it's not only the COVID-19 crisis, it's the economic situation, it's the political situation, which was elaborated so eloquently by the professor, it's the environmental situation, it's the social situation, it's the condition of women, it's domestic violence, increase in human rights abuses. All this is making the achievement of what I'm talking of good global citizenship that much more difficult. But I'm always optimistic, and I always feel that the right place to start is with young minds, young people, to influence the impact they have in the family. And that's how the long-term peace and change will come. Arigato gozaimasu. Tsuchi-san, arigato gozaimasu. Global citizenship,
ったもの、まあ、経済的にもその政治的な分野でも持った人々を育てる、若いうちから育てる教育というのは改めて重要なんだなというふうに思いました。ありがとうございます。まあ、残り時間わずかになってきましたんですけれども、ここで引き続き熊谷さんからもですね、ぜひ自治体の首長として持続可能な平和のために経済人にどのような活動、どのようなことを期待するかということを一言コメントいただけますでしょうか。そうですね、こう2つ私はコロナでこう感じたことがあるんですけれども、まあ、1つはもう改めて言うまでもないんですけれども、やっぱり科学教育の重要さだというふうに思ってまして、私は2011年の東日本大震災の、まあ、福島の原発事故を受けて、まあ、大変こう市民の中で放射能を心配する方々がたくさんいらっしゃったときに、正しく恐れるということが、まあ、いかに難しいのか、その科学的に、何に、恐れるべきで、何に過剰に恐れてはいけないのか、また大量に流れる情報の中で何を取捨選択するべきかということが、まあ、非常に難しい状況にあるということを感じました。そして今回、新型コロナウイルスにおいても全く同じような現象が起きておりまして、市民の皆さん方が正しく恐れるべきものと、そうではない、過剰に恐れてしまって別のリスクをこう顕在化させてしまう、ここの切り分けがなかなかこうできない、この部分を私たちはやはり教育の中でですね、どういうふうに、まあ、科学的知識というよりも、まあ、溢れる情報の中で何を取捨選択をし、自分たちが判断をしていくべきかということをですね、やはり教育の中で実践的な教育を通して、進めていくしかないだろうというふうに思っています。まあ、そういう中で一つ私はですね、課題として地域コミュニティへの積極的な参画というのが私は重要だろうというふうに思っていまして、そのグローバルな問題を議論するにしてもですね、まず足元の自分が所属するコミュニティに対して積極的に参加、主体的に参加をする、この経験が重要だと思ってまして、今教育現場ではですね、私が課題だと思ってますのは、例えば学校自治、学校に関する活動に関しても、非常に参加が日本は少ない状況でして、多分、瀬松さんや伊予久米先生もそうですし、私もそうですけれども、我々の頃はですね、生徒会の会長選挙というのは必ず競争選挙であったわけですけれども、今は全て9割以上でですね、もう立候補者1人しか立たない、信任投票という形になっておりまして、自分たちの毎日通う学校というコミュニティに対して自分たちがどう何を望んでどう行動しようとするか、そしてそこで意見を戦わせて、そしてその意見というのが正しいのか、もしくは実現可能なのかということを、こうなんていうんですかね、PDCA を回していくような場に参加した経験が、ほとんどないわけですね。これではですね、何か問題が起きたときに、どうしてもこうコンシューマー、お客さんにこうなってしまって、そうした意思決定をしていく人たちを批判的に見てしまう、そうした素地が生まれてしまいますので、私は教育現場で教育委員会にも常に求めているのは、やっぱり学校というコミュニティに主体的に参加ができるようにするべきだし、そのためのサポートも当然していかなければいけないだろうというふうに考えています。今、千葉市の方はですね、以前に比べればこの競争選挙 の、 比率がですね、1.5 倍から2倍ぐらいになってまだまだ低いんですけれども、私とするとですね、学校というコミュニティに主体的に参加をしてほしい、企業も同じでありまして、私は企業の皆さん方にも積極的にですね、自分 の、 その住んでいるもの、もしくは所属している地域コミュニティに積極的に参加をしてほしい、またそのための休暇制度なども、先進的な企業では認められてきておりますので、そうした形でですね、自分自身がこの企業の中における組織人の一人というだけではなくて、自分自身としてのライフワークとして地域コミュニティに積極的に参加をし活動し、そして誰かのために尽くしていくという、こういう行動をですね、ぜひ企業として応援をしていただければですね、そうした市民が増えていくことによって、私は地域社会も、さらには世界的な分野についてもですね、私は解決ができる人材が育っていくんじゃないかなというふうに考えています。はい、大変ありがとうございます。企業だけではなくて、企業で働いている一人一人も地域のコミュニティに入っていける、そういったような考え方をですね、しっかり広めていかなければいけないというふうに思います。ありがとうございます。最後に平川先生、一言、お時間ちょっと限られているんですけど、コメントいただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。
シェツさんがおっしゃるように Peace is very complicated。 もう本当にその通りだと思います。またヨキベ先生おっしゃるように無知と偏見、これに対して教育が何ができるか、また熊谷市長がおっしゃるように自分ごととして捉える学校自治、これをぜひ実現していきたいと思うんですけど、改めてこの学校の役割というのは、こういうコンプリケーティッドな複雑な世の中ですけれども、みんなで民主的に話し合うということを練習する、こういう場だというふうに改めて思いましたので、それが社会総がかりでですね、コミュニティも、地域コミュニティも、あるいは経済界も、いろんな形で、社会総がかりで、みんなで子どもを育てていければ、平和につながってくるんじゃないかというふうに思いました。勉強になりました。ありがとうございました。素晴らしいまとめをしていただきました。ありがとうございます。あっという間の10分だったんですけれども、私自身も自治体外交と教育っていうのは、本当に平和の維持だけではなくて、紛争や暴力の予防でも本当に役に立つものなんだということを、改めて今日のこのセッションで感じることができました。大変濃いセッションになりました。ご登壇者の皆さん、本当にありがとうございました。以上でセッションを終わらせていただきます。事務局の方よろしくお願いいたします。